君のいない部屋。君のいない部屋は、とても広くて、とても寒くて。一緒に飲む約束のボジョレーヌーボー、毎年買ったりして。三年間待っていたけど、結局、君は戻らなくて。 そんなのわかっていたはずなのに。君のいないこの部屋が、かつて君がいた部屋だったと。かつて君と一緒にいた部屋だったと。どうしても思わずにいられなくて。どうしても忘れることができなくて。 壁に飾った君の絵をぼんやり眺めていた。君のいない部屋に、君のいない僕。いらっしゃいませ。悟ル文庫へようこそ。 今回は、トめ館長さんのブログ、トめ文芸館より、君のいない部屋という作品をご紹介いたします。ボジョレーヌーボー。今年の解禁日は11月17日だそうです。ああ、そうですか。私、下戸なんで。と、毎年思ってしまいます。パソコンで、 ボジョレーヌーボーを検索すると、いきなり、ボジョレーヌーボーについてお困りですか大文字の太文字で出てきます。いえ、別に困ってません。バブルの頃は嬉しがってバカほど売れたかもしれませんが、まあ、真っただ中にいるとわからないことありますからね。今はどうなんでしょう 昔の職場でボジョレーヌーボーを扱っていたことがありました。その時、フランスからの出荷が遅れて、ラベルが貼れてないから間に合わないです、と連絡があって、ラベルはこっちで貼るから今すぐ出荷してくれって大騒ぎになったことがあったんです。それでワインがついたら、その貼るラベルが入ってなくて、 慌てて問い合わせたら、あ、ラベル入れ忘れてますね。今、目の前にあります。って言われました。それですぐに部長が取りに行きました。フランスまで。着いてすぐにトンボ帰り。いやー、ようやるわー。と思いながら、ラベル貼りしました。 日本は初物は縁起が良いと言われるから、それが関係してるのかなどちらにしろ、下戸の私には関係ないもん。でも、ボジョレーヌーボー、楽しみにしている方も多いと思います。どうぞ、解禁日は楽しんでくださいね。うふふ、あんだけボロクソ言うたくせに、 最後だけきれいにまとめよった今回もお聞きくださってありがとうございますまたお越しください